私がヘラクレイトスを呼ぶ前に。 ですよね。違うって言われても、もう限界です。調べてみるよ。ナナナサーチ。ナナナサーチによると誰もいなかったよ。もう大丈夫。アナログなサーチやな。でもそうやね。安全ならここで休憩にしようか。 キャンプファイヤー。どんどこどんどこ。キャンプファイヤーってそんなノリやったっけ。そもそもノーファイヤーやん。知らない。生きてた頃の記憶は綺麗さっぱりないからね。
思議ですよね。ナナナとは、いえ、ココロさんともセンさんとも、現世では一生会うことがなかったはずの人なのに。そんな4人が、こんなおかしな場所に集まって、同じ時間を過ごしてる。それが人の起源というものだ。どこで繋がっているのか、誰にもわからない。ましてやここは天国。死後の世界があるのであれば、死すら終幕ではないのだからな。意味ありげな言い方やね。何か思い出したことでもあるん？全てではないのだが、この森の奥に私が初めて天国に来た場所がある。それってトマス京介がいた場所ではないんですか？監獄のような。トマス京介より前、私は勇気によって一度この世界に引きずり込まれている。だから森のことも知ってたっていうんか？そこへ近づくにつれて記憶は鮮明になっている。その場所で私の知っていることは全て話す。アナムネシスのことも。ええよ、ここまで来たんや。あと少しくらいなら我慢するよ。話を聞いてうちがどう判断するかは、ま、今言うことちゃうな。森を進むためにももう少し休んでおかんと。みんなもな。問題ない。少し足を取られただけだ。すぐに歩ける。低下そうか。すまない。だがこれくらいで迷惑はかけられない。言っとくけど、別に許したわけちゃうよ。勇気に襲われた記憶があると、こういう場所に戻ってくるのは答えるからな。うちもそうやった。それに、ここで立ち止まるんはあんまりおすすめできへん。勇気の群れ、こんな時に。アウェイス、アウェイス。もう許して、ここから出して。あいつが来る、あいつに殺される。俺たちをこんな姿にした勇気の姫。この勇気、バス事故の犠牲者なんか。やりにくいな。それでも勇気に身を落としたんやったら容赦はせえへん。新しい犠牲者を生む前に、うちがこの拳で解放したる。希望の口でこそ水道を知らそう。全身うちるの信念、行くわ。手打て、フッキャッハッ。どうだ、墓標代わりに触れてやる。やだ、恨むかい。なんか光ってるよ。あ、確か記憶だまりですよね。I don't think there was one here before. これは私が向き合わなければいけないものだ。勇気の姫。Oh, it was. さあ、とりあえずみんな、蘇りに協力して。ああ、強制だから返事はしなくてもいいよ。ただ、差し出せばいいだけ。魂をね。そんな勝手が通ると思っているのか。めんどくさいな。状況をちゃんと理解できずに強がっちゃうタイプなんだ。
もしお前がバスの事故を引き起こした張本人なら。何何どうしちゃうの？お仕置きでほっぺたつねっちゃったりする？セン、やめなさい。お前がやっていることは正義に反する。たとえ強がりであってもこんな無秩序を見過ごすことは。セン、怖い。怖いから先にほっぺたつついちゃった。ちょっと強めにね。でもそうだね、確かに遊びをより楽しむためには何でもありだとつまらないよね。目的だったミナの有利は捕まえちゃったから、あとはもう残飯みたいなものだし。 I feel like I know who exactly who it is。 そうだ、いいこと思いついた。この中で一人だけは元の世界に返してあげる。やったね。I know exactly who it is, I believe. 一人？うん。さっきの正義の人は無秩序が嫌いみたいだから、ちゃんとルールを決めるね。みんなは今、魂がむき出しのとっても危うい状態なの。あ、それなのに強めにつっついちゃってごめんね。そんな状態だから、ちょっと攻撃されただけで魂が壊れて中身が出ちゃう。壊れるっていうのは死ぬってことだから、殺されないように先に殺さないとね。そんなわけでちょっとみんなで潰し合ってよ。乗客同士でガチバトル。私たちに最後の一人になるまで殺し合えっていうの？そうだよ。家に帰れるのは生き残った一人だけだからね。というわけで、みんな頑張れ。 I'll say it right now. First we thought it was anonymous, is whatever. Secondly, we thought, or I thought, it was...Quan, which is Ray's twin sister. But now that I think about everything, especially what's happening in this timeline, I think I know exactly who it is. This time for sure. What is it? What is it? 1 year ago, this is what happened in this time.それは分かってるよ。そりゃなくて、こんなんむちゃくちゃやん。そうだ、心さんはここを勇気の餌場だと言ったが、現実はそうじゃない。私たちは餌ですらなかった。勇気の姫が楽しむための遊び場だ。遊ぶのは好きだけど、今見たのは嫌だったよ。
ナムネシスがこんな残酷なことをしてたなんて。違うんだ。勇気の姫はアナムネシスではない。それは絶対にありえない。ちょっと待って、何を言うてるん。アナムネシスは私の母、恵みはソーマだ。アナムネシスが母親ってどういうことなんや。話した通りだ。母ソーマはここで死者となった。勇気の姫の戯れでな。そして浄化されることなく生への執着に取りつかれ、その身を勇気へと落としたのだろうな。アナムネシスが言ってました。大切な人との絆を奪われたって。大切な人ってセンさんのことなんだと思います。アナムネシスは娘であるセンさんのそばに戻りたくて蘇りを果たそうとしている。そのためにうちやナンバ、いや他にも襲われた人間がたくさんおるやろうな。すべてを許せとでも言うんか。そんなつもりじゃ。でも思ったんです、これは連鎖だって。悪意の連鎖か。ええ、アナムネシスを倒してもこの連鎖は終わらない気がして。もちろん私にも優先しなければいけない目的はあります。未来は必ず助けます。でも私たちが本当に決着をつけなければいけないのは悪意の大元なのではないでしょうか。それって勇気の姫。はっ、スイッチ、タッ、終わりだ。悪鬼滅だ。すべては正義のために。はっ、はっ、スイッチ、タッ。バニースキャラ立ち切る。はじゃ、検証。はっ、スイッチ、タッ。気になることがあるんですけど、ここはアナムネシスではなく勇気の姫の縄張りなんですよね。そうなるな。記憶だまりで見た通りだ。勇気の姫がいるかもしれないってことですよね。強力な力を持ったこの悲劇を引き起こした元凶が。それはおっかないね。あの記憶を見た限りではその可能性は少ないかもな。どうして。事故は1年前やろ。バスの乗客をまとめて天国に引きずり込むような勇気や。すでによみがえりを果たしてるんちゃうかな。現世にいるって言うんですか。双子の悪魔に聞いた話やけど、蘇りを成した死者は死という事実自体がなくなるらしい。
どういうこと？その死者と少しでも関わりがあった周囲の人間全員の記憶が書き換わるんやって。死んだ人間がある日突然生き返ったではなく、最初から死んでいなかったことになるのか。そんなことが可能なんですか？これも受け売りやけど、魂っていうのは少しでも互いの関係が成り立てば、つまり知り合いになれば、魂と魂の一部がつながるものらしい。ケーブルを接続するみたいなもん。そのつながりを通して記憶が上書きされるとかなんとか言ってたな。そうでないと蘇り自体が成り立たへんやろうしね。死んだ人間が生き返ったなんて普通にパニックや。すでに蘇りを果たしていたら、私たちではもうどうすることもできないんですね。探し出すことも無理やろうな。悔しいけど。センさんにあんなひどいことしたのに。今は先へ進もう。時間がないとなればなおさらだ。はい。The story has to deal with it now。許さない、絶対に許さない。あいつに関わったばっかりに勇気の姫に目をつけられて、こんな場所に閉じ込められて、この苦しみを伝えないと。レイニー、あとだレイ、壊してやる。私の絶望を全部ぶつけて、レイの心をズタズタにすりつぶしてやる。ちょっと、何かって言ってるのかな。あなたを魂のまま閉じ込めているのは、あなたを苦しませるためなの。いや、いや、許して、ごめんなさい。レイを苦しめたい？レイの心を壊したい？うん、5億年は早いかな。わきまえて。私が何をしたって言うの？何度も言ったよね。何をしたかって？畑田レイと友達になった。違う！友達のふりをしてやっただけ。あんなやつ友達でも何でもない。それを勘違いしてあいつが勝手に懐いてきただけで、あんな暗い引きこもりこっちから願い下げ。わきまえてって言わなかった。確かにちょっと残念な部分もあるけど、いいところもたくさんあるんだから。ほっぺたがプニプニなところとか。Mm-hmm. That about confirms my theory. 行き止まりみたいだね。出口はどこなんや。待て、何かおかしい。
全に勇気や。ユーリ、そんな。潰す、潰す、潰す、潰す。正気ではない。武器を構えろ、レイ。レイ、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 レイを壊して潰さないと。このファルメリデスの両腕で。ヘラクレイトス。我が主よ、覚悟はあるのだな。ええ、これも悪意の連鎖が生み出した悲劇なら私が断ち切ります。ごめんなさい、ユーリ。よう頑張ったな、レイちゃん。次は私が向き合う番だ。ここは目が覚めた。母さん、すべて夢ではないのだな。ええ、あの後あなた気を失って、なんとかここまで運んできたの。あいつのせいか、あの勇気の姫とかいう。すぐに動くのは無理よ。ここで休んでいて。セ、そうだ、あれからどうなったの？他の乗客は。母さんね、人はみんな本当は優しいんだって信じてたの。そんなところがケンジの聖四郎さんとは合わなかったのかな。母さん、何の話を。強要されても助かる道が他になかったとしても、人が誰かを傷つけるなんてないって思ってた。乗客が殺し合いをしているのか。あなたが気を失っていてよかった。人のあんな姿を子供に見せなくて済んだから。お願い、あなたはこのまま目を閉じていて。何を言っている。乗客が襲ってくるかもしれないなら逃げないと。心配しなくてもいいのよ、誰にもあなたを傷つけさせないから。母さん、まさか。ダメだ。それであなたが助かるなら母さんは何でもするわ。あんな奴の言うことに従ってどうなる。ルールに従うのは正義でしょ。違う、殺し合いはルールなんかじゃない。あいつが言った何の保証もない戯言だ。戯言に惑わされて他者の命を奪うのは正義ではない。聖四郎さんの正義はそうでしょうね。父さんは昔こんなことを言ってたわ。自分が裁判で頑なにルールや法を遵守するのは、そこに少しでも人の情や自分の意志を入れてしまったら、それはもう神様の仕事になってしまう。自分は最後まで人間で居続けたいんだって。父さんがそんなことを。でもね、母親の正義は違うの。他のすべてを犠牲にしても絶対に子供を守る。子供を守るために必要なら人間でなくてもいいわ。それが母親よ。母さん、お願いだ、やめてくれ。だからあなたは助かるわ。母がすべてを捧げてそう願い続けるから。ダメだ、戻って。最後に一つだけ母さんのわがままを聞いて。これから母さんがすることを
あなたにだけは見てほしくないから。だから、すべてが終わるまで目を閉じていて。母さん、母さん、こんなのは嫌だ。母さん、行かないで。なぜこんな時に私は何もできない。私はどこまで無力なんだ。強くなりたい。自分の正義を貫き通せるくらいに。母さん。セン。その後は知っての通りだ。私は一人だけ現世に戻ってきた。私が弱かったからだ。瓦礫に隠れて、母さんに言われた通り目を固く閉じて。そんな私にあいつは、勇気の姫は最後の一人だと言った。おめでとうと、最低の言葉だ。